皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。びっくりするんですけど、うちの実家まだゴーヤーとヘチマが小さいんですが実をつけてるんですよね。もう12月も終わろうとしていますが、どうしちゃったんでしょうか。まあでもこうしてね、忙しいこの季節に、ビタミンたっぷりのウチナー野菜を食べることができるというのは幸せなことかもしれません。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は特別編ということで、今年コーラルラウンジにお越しいただいた方々の中からめぐみセレクションということで、印象に残った方お三方振り返っていきます。まずは、沖縄県元副知事の嘉数典明さん、ご紹介したいと思います。嘉数さんにはですね、こんなお話をしていただきました。最後の感染知事となった島田明元知事のお話を中心に伺っています。戦時下とても苦しい状況の中で、食料調達や本土への疎開など沖縄県民を救うために命を懸けてご尽力された島田明元知事のお話、今年の2月22日3月1日の回をまとめました。どうぞ。沖縄みんな討ちにして、一人一人の残りは、疎開に行った人は、まあ、帰ってきて残ったかもしれないけど、そういうことだったかもしれない。で、総玉砕に近いあれで、島さんからすると本当にね、いっぱい自分がもう後を限りの努力はしたけれども、そういうふうに県民を、ね、苦しみに合わせたということの悔いというか、そういうものは非常にこうあったんだと思いますよ。旧県庁職員もね、初めて、あ、この人とだったら自分たちも死んでもいいというか、もう死ぬ覚悟で一緒にこう県民のために働こうと言ってやったという、それは証言があるわけですよね。それでまあ、やっぱりそのみんなでね、で当時のもう非常にこういう戦争になってね、これを味わわせる県民が非常にこう、なんていうのかな、対するすごいこう同情の念を持ってて、ね、だから結局タバコとか食料もね、専売局にもっと県民にね放出しなさいと言って要請に行ってるわけですよ。そしてもう一つは村芝居も復活させてね、ということは村芝居ってうちの口でやるわけですよ。し軍はね、うちの口で方言使う人はスパイとみなすってちゃんと公式にやって、そういうふうにさせてるわけですよ。だからまさに知事が村芝居を復活させてね、許すということは方言使っていいということに等しいわけですからまさにこう沖縄県民の立場に立ってね、そういう苦労する人たちをね、だから疎開した人たちも、まあ、しかしその間に対馬丸が前の年にあったりしてね、すごい躊躇するわけですよね。行くも地獄、残るも地獄の世界の中で、しかし何とかしてその子供たち、将来の沖縄の子供たちだけはという思いがやっぱり軽くあっていって、まあ、疎開した人たちもいっぱい苦労したわけですよ。苦労したけども、しかし命はね、残して、まあ、うちの母なんかも僕が大分で疎開先で3つの時に大分で亡くしたんですけど、それでもこうして元気でおるのはやっぱり疎開行ったからであって、沖縄残ってたらいなかったかもしれない。おばあさんなんかは疎開の船に乗ってから命の知恵でどの島を出てて、船から空襲警報になったので一旦降ろされた時にそのまま降りていって、でどこで亡くなったか、多分コチンダ方面でね、あれハイバル方面であったよという人もいたという話だから分からないんですよ。だから平和の礎にそのまま刻んでありますけど、だから、まあ、当時の、まあ、まさにこう当時の感想民票の時代の中で、なおかつ知事さんというと、まあね、昔からするともう雲のような人ですよ。まあ今はだいぶ違う、まあ、しかも感染知事任命ですからね、で沖縄の知事に任命されたけど、沖縄県というのは当時は官界では三等県と言われて、沖縄の知事に行くというのは左遷なんですよ。県知事にもランクがあったと、うん、でそれで左遷である沖縄県知事に、しかももう死ぬのがもう分かっていて、ね、そういう覚悟で沖縄に来た人が、この人が
そういう決断ができた背景、いっぱいラーメン館の人に打診してみんな断れてるわけですから、島田さんだって断れると思えば断れたわけですよ。私もう一言でね、その俺は生き、ね、死にたくないから誰かって死んでくれと言えないだろうと、ね、そんな卑怯なことできないと。で一般の、ね、国民は赤紙一枚です戦地に、ね、行くのにね、自分たちがそういう立場に人間がね、それを断るということはね、そんなことはできないと。沖縄も日本の一県だとね、しかも知事がいない、那覇市長だっていなくなってる、そういう状況の中でやっぱりね、誰か行かなくちゃいけないと言って決断した。その決断の背景には島田さんがかってこのフェアプレー精神をモットーとする野球人としてのあれがあったと。今東京ドームの近く野球殿堂にね、戦没野球人として名前が刻まれてるんですよ。例えば沢村栄治さんもそうですよね、有名なね。そういう人だから野球人としても非常にこう立派な人だったということがそこで分かるし、またそういうあの人の人生観というか生き様というのはやっぱりこう野球が一つのこう大きなこうね、なんていうんですか、バックボーンになってるんですよ、ね、はい、僕が分からない時代で言えば、そのなぜ沖縄から甲子園行くとね、兵庫の皆さんがあれだけ応援してくれるんだろうと、友情応援、それからグランドを見なかしと、県人会があってというようなこととかの意識でいたわけですけども、しかしもっと遡っての背景がこうやってあったわけですよね。そうですね、まあ、私が甲子園は兵庫県にあるわけですけれども、まあ、そういうベースにはやっぱり沖縄とのそういうね、島田さんの縁っていうのが生きていて、だから当時那覇港が1960年甲子園に行った時にも兵庫県の知事さんが駅まで迎えに来ていたという話を当時行ったメンバーが言ってるんですよ。それでまた激励をいただいたとか、それからあれですね、高齢の会長ねがこうまた沖縄からね、まだ復帰しないうちに沖縄といって首里高校を最初に行って、で杉那覇高校行って、で最初の島の灰もらったのが小田高校で、1964年だから東京オリンピックの年ですよ。そういう時にやっぱりね、これ岡田さんはこの今沖縄県の高校野球が全国トップレベルにあると、これもみんな自他ともに認めますけども、その背景にこういう先人たちの思いや努力があったというふうに考えておいでなんですね。そうですね、そうですね、それはもうそういうみんな感謝の気持ちでね、それで野球人がね、まずね、これを本来野球人に限らず沖縄県民全体でこれを評価し検証していくべきだけど、まず野球人がね、島の灰をいただいて、今日のその島の灰のおかげだと、島さんのおかげだということも、お互いが雇用だそうやと言って始まったのが規制会のスタートなんですよ。今年、まあ、検証費を作るためということで、かかずさんはですね、規制会の会長も務められて、たくさんの皆さんからのご寄付を頂戴して、今年の6月野球の殿堂である、まあ、大野山の方にね、見事な検証費が完成しました。私は除幕式典の方にもね、参加させていただいたんですけれども、とても感動的な、式典でした。戦後70年の今年、大きな力に対抗してでも小さな命に寄り添った島田明氏のお話、とても印象深い回となりました。お一人目は元、沖縄県副知事のかかずのりあきさんのお話、ご紹介をいたしました。さあ、それではお二人目に参りましょう。お二人目は参議院議員の糸数恵子さんです。糸数さんはバスガイドを長年務められ、常に平和の視点と沖縄独自の自然や文化にスポットを当てて沖縄を伝え続けてこられました。平和ガイドの先駆けとなりました。平和の一義式を訴えて参議院議員となり、今回のお話はですね、世界に沖縄を伝える活動についてのお話です。今年の3月29日の糸数恵子さんのお話です。そうですね、去年アメリカに行って、間違った沖縄の県民の声を日本政府や当時の中山知事が伝えているので違いますよということをね、名護市長選挙勝ちましたっていうことを言って、その後で8月は先住民族会議がスイスのジュネーブでありましたので、
うちなんちのその人権を含めたマイノリティのことを世界の同じ先住民族の皆さんに訴えて、その後9月に国連の中でニューヨークで訴えてきたこともあれはね、うん、インパクトあったんですよ、はい、糸川さん映像に訴えられたからね、紅型を着て登場なさったわけでしょ。そうですね、流送していきましたけど、ご自分のアイデアだった。あ、そうです、そうです。やっぱり沖縄琉球というのを、うん、本当に短時間で目に訴えるっていうのはもう流送していくしかないというふうに思いましたので、あれ全部自分で本当に5分10分という、うんうん、そのね、もう早変わりというか、うん、沖縄は新たな基地建設についてを容認してはいないんだということをそこで訴えられた。そうです。その基地が建設されていることがどういう意味を持ってくるんだと、それはその環境の問題やその命に関わる問題なんだということを訴えられておられましたね。これは、ね、うん、これはね、沖縄戦でやっぱり県民の4人に1人が亡くなったという、そういう戦いをね経験したところから、私たちはこの女川知事も誕生、それからその前の名護市長が誕生ということは、沖縄は戦いに使われる新しい基地はいりませんよっていう思いがそこにあるんですけど、まあ、憲法9条というのも平和憲法で、まあ、その太平洋戦争を経験した日本の国からやっぱり何としてもこう武器を持たずに戦争せずにっていう、その平和憲法を作ったわけですよ。でこれは世界の人とつながるという意味では戦わないという、つまり戦争をしないと、命を大事にするということが、このマイノリティであっても日本の国の中で県民の意思としてちゃんと私たちは自己決定をしたいんだということを訴えるために、ハワイにも、あ、ごめんなさい、アメリカにも、そうそう、ジュネーブ行ってニューヨーク行ってきたんですよ。国連の場で訴えると、国連の場でたった3分間でしたけど、うん、訴えることができて、そこに共感する同じその先住民の方々がねやっぱりたくさんいて、私がその話を終わった途端にわーって私の周辺にたくさんの方々が集まって、まあ、服装が流装だったということもとてもインパクトがあったと思うんですけど、訴えたことに対してもちゃんと皆さんが反応していただいたっていうことでした。訴えたことというのは、うん、その命ということをおっしゃいましたね。その基地に反対という、このなんていうかな、大見出しのことの、その根底のところにそのことを訴える、僕はそこにすごく意味があったと思ってるんだけども、そうです、それがやっぱり平和憲法で守られるはずの国なんですよね。ところが平和憲法があって祖国復帰したにもかかわらず私たちは無視されている。先住民、まあ、この小さな地域の小さな県民、少ない県民という日本全体から考えたら本当にマイノリティですけど、でも人は生きてるし、昔は琉球王国として成り立っていた時代があったと。でもこれ日本から併合された、こういう歴史を持っている中での私たちの叫びをやっぱり共有したいという思いがあったので、もう世界に広げていきたいということで、スイスにもニューヨークにも行ったんです。共感した方々が、アジアの方々が特に多かったんですね。もう世界中の人とつながっていくというのがとても大事かなと思いますね、うん。まあ、そういう意味ではやっぱり国会議員ってとても大事で、まあ、ちょっと今日は時間がないんですけど、先だってハワイ行った時にもハワイの多くのうちなんちゅが応援してくださって、うん、またつながっていった人たちが、そういう方々ともやっぱりルーツを大事にしたいっていううちなんちゅがハワイからいらっしゃるということは、まあ、そういう人たちもやっぱり戦争のつながりの中でうんと苦労して、そしてまた沖縄のために頑張ってきた方々が生の声を聞かせていただいたんですよ。本当に沖縄のために私たち何ができますかって。ですからこれからも世界にいるうちなんちゅの皆さんと、あるいはそのうちなんちゅ以外の世界の平和を愛する人とつながりながら、国会の活動もちゃんとやっていきたいなと思っています。今年も世界を飛び回るわけですね。これから、マイノリティかもしれないけれども、そこに生きる人たちの一人一人の命の叫びをこれからも訴え続けていきたいという糸数恵子さん、お二人目は参議院議員の糸数恵子さんのお話でした。今週はコーラルラウンジ特別編ということで、今年コーラルラウンジにお越しいただいた方々の中からめぐみセレクションということでお届けしています。それでは3人目は沖縄国際大学の富川守武教授です。今回は沖縄アジア戦略構想についてのお話を中心にお伺いしています。11月1日と8日の放送です。どうぞ。
端的に言うとですね、これだけスピードスケールがどんどん拡大している中で、もちろん20世紀ビジョン実施計画という形で県もちゃんと対応取ってるわけですけど、こぼれる部分があるんですよ、スピードが速くて。例えばクルーズ船ね、一挙に3隻来るともうタクシーバスが手配できないと、それでも申し訳ないけどお断りしますというお客さん、千客万来の中でお客さんお断りするような状況が来てるわけですよ。それはもったいない話だから、ちゃんと対応できるように漏れてる部分とかそういうの補強補完して、新たにもっともっと強化すべきところを強化していこうというのがこの沖縄県アジア経済戦略構想の目的なんです。で基本的にはですね、5つの重点政策で、これは例えば国際競争力のあるの物流拠点、特に今航空貨物ハブが非常に盛況を呈してまして、そのこれからも展開できるという話があります。朝一番にアジアに持っていく、つまりこれリードタイムというのは時間が短い、鮮度の高いのも対応できると。でそういうことをこれから今どんどん動いていますが、これがもっと補強していくと。で2番目は航空産業クラスターの形成ということなんですが、今ですねアナさんが航空機 の修理センター、車と同じ定期点検が必要だそうです。 MRO というんですけどね。でこれは最近 LCC が拡張してその飛行機の機種が中古型機化してるんです。で機種が増えますよね、数が増えますよね。で車と同じ定期点検センターという関係で、今アジアとか別のアメリカとかでやってるそうです。それを国産の MR ジェットもできたの でこれを那覇にやると多分需要が見込めるということで、アナさんはその付帯する臨空産業ができた。今までは貨物が型だったんですが、ここに航空機に関連する産業ができたわけです、そうすると周辺どんどんクラスターができています、これが発達展開する。そうするとその航空機は那覇空港でメンテナンスもするようなそうですが起きてくる。そうです。そうすると、メンテを支えるまた関連する産業も立つ、成田とかもありますけど、こういう空港に隣接した産業が、どん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 拡大していくという、超つけたのがこのそういう展開を見越して、沖縄の高専でそういう人材育成するとか、それもセットで始まってるわけですよね、はい、もう人生がいなくなるから、高専にそういう専門家を設けて人材育成も同時にやっていこうというところ も進んでいますね。当然ながらその世界を魅了する国際観光地の発展ということで、今でも好調なんですが、特にさっき話した富裕層、そういうことも含めてそのアジアに観光客をどん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 持ってて、文字通り世界水準のその観光地にすることによって、観光産業、沖縄のリーディング産業である観光産業をさらに補強していくと。今までも沖縄ずっと観光立県だったわけですが、さらにグレードを上げると、世界レベルに持っていって、もちろん修学旅行も大歓迎ですけど、この観光産業というのはバリエーションというか広がりが大事なんですよ。だからそこでその高所得者層は高所得者層の階層に対応するようなそのホテルとかそういう整備をして、で一般の観光ももちろん修学旅行も含めていくと。でそのハワイなんかもそうですよね、いろんなバージョンがあるわけです。とか沖縄は修学旅行もその 高所得者さんも同じホテルに同居するというかちょっと問題があったもんですから、やっぱりもっと高度化していこうと、で環境整備もしていこうと。特に Wi-Fi なども、もう必需品ですけど、ある場所に来ると入らないという、そういうことないように、もうオール沖縄オール Wi-Fi で無料にしていこうというのが一つの方針です。今までも観光を沖縄の地方産業でもっともっとグレードの高い観光に伸ばしていくというのがこの3番目の重点政策です。で4番目がですね、IT 関係ですね、アジアのスマートハブ、国際情報通信スマートハブの形成ということで、光ファイバーがあるんですが、これ東京から香港とかアジアに行ってるわけですが、これをですね沖縄に引き上げると、大容量の発信がその一挙にできる。それから GIX といいまして、イメージでいうと高速道路 このインターチェンジみたいなものを沖縄に引っ張ってくる。それがクラウドセンターもできましたので、そういうことが充実してくると、例えば世界のヒューレット・パッカードが来るとか、で台湾のホックス・フコーンが来るとか、そういうこの問い合わせもあるわけ で地元の産業も伸びていきますけど、大きなものが、大きな IT 産業が立地すると関連するものがどっと広がっていきますから、それも沖縄に今大容量の通信がその可能にするような接続形態を動画とかですね、するんだと、はい、それから5番目に、アジアの生産拠点としてのものづくりの確立ということ、これはですね沖縄県一般論で言うと製造業弱いんですけど、
全体としての産業も、うん、そうなんですけど、最近はその小さいけど単品として光る産業が来たりするわけですよ。まあ、これからそのピリリと光るその製造業をここに立地して研究開発をして、やっぱアジアに展開していこうということでモノジクセンターも今展開しています。これは沖縄にとって、まあ、チャンスであるので、そのチャンスを逸しないように、まあ、さっき言った沖縄に立つができたんですよ、うん、沖縄に役割が高まっている、これはもう政府も認めています。だからそういう状況で積極果敢に展開していってやると。ただもう一つよく言われるのはですね、20世紀ビジョンにも書いたんですが、沖縄の伝統文化を大切にする島というのを一番目に持ってきたんですよ、うん、20世紀ビジョンで。これ普通はですね経済が先に来ます。だけど我々行く先はニューヨークとかロンドンとかそういうところでなくて、沖縄は沖縄なりのその長い歴史に裏付けられた価値観もあるし文化もあるし、それを前提にした豊かさを求めるということで、一番最初に沖縄の伝統文化を大切にする島というのを持ってきたんです。だからそれを前提にその臨機応変にいつもしなやかにしたたかに引き入れるべきものを引き入れて、守るべきものを守るというのが、うん、こう沖縄の大きなこの課された宿題だと思ってます。いつの時代もそうですけどね、うん、時代感だとかその地政学的なことの優位性だとかそういうこともあるけども、先生いつもおっしゃるソフトパワーと、ね、最大の資源がそのソフトパワーなんだということを、はい、これはそこを外しちゃいかんのだと。そうですね、このソフトパワーというのも東大の小宮山先生が昔言ったんだけど、その発展した国からポスト先進国に行くためには世界一の健康長寿、世界一の安全安心、世界一の快適環境、最後に世界一の教育水準、こういうものをね、企業ノウハウとか大学研究生があれば生かしていけば浮上すると、その中に沖縄が対応できそうなのいっぱいあるんですよ、うんうん、21世紀ビジョンの頭にそれを書いてるというのはそんな意味につながる。そうです。東京やニューヨークのような大都市を目指すのではなく、沖縄らしい成長の仕方、経済とともにやはり伝統文化を大切にした発展の仕方があるんじゃないかというお話でしたね。東京だけを見るのではなくて、ダイナミックに成長するアジアのパワーと、まあ、沖縄も積極的に関わっていこう、そんなお話でした。今週はですね、特別編ということで今年コーラルラウンジにお越しいただいた方々の中からめぐみセレクションお三方ご紹介しましたけれども、お三方の話を伺ってて、とても共通して感じたのは、私たち今日今目の前にある課題に取り組むためには目の前だけを見ていてはやはりダメで、過去、まあ、先人たちの知恵に謙虚に学び、それを未来へのしるべとしていくことがとても大切なんじゃないかなというふうに思いました。ということで今週はお三方ご紹介いたしました。コーラルラウンジ特別編、2015年のコーラルラウンジにお越しいただきましたお客様の中からめぐみセレクション、元沖縄県副知事の嘉数紀明さん、参議院議員の糸数恵子さん、そして沖縄国際大学富川守武教授のお話伺いました。どうもこの時期は慌ただしくて、こうなんか忙しく1年が過ぎていくというようなイメージがありますけれども、ちょっとだけ立ち止まって1年を振り返ってみる、そんな機会があるといいなというふうに思いました。今週はコーラルラウンジ特別編ということで、今年1年、たくさんの方にラウンジにお越しいただきましたけれども、その中から印象に残った方、お三方をご紹介させていただきました。今週はめぐみセレクションでお届けいたしましたが、来週はディレクターズセレクションということでお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。さて、これまでのコーラルラウンジはですね、ポッドキャストでもお楽しみをいただけますよ。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからどうぞお聞きください。沖縄羅針盤、今週もお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。